滋賀坂トンネル脇の起点八丁水道金山滋賀坂。林道は埼玉県秩父郡小賀野町国道299号線の滋賀坂トンネル入り口道県秩父市中津川座、小倉沢に至る埼玉県農林部管理の県有林道である。林道は両神さんの裏手を回るルートで天候が変わりやすく不定期な通行止めもしばしばある。埼玉、群馬県境のを通り 途中ピークに八丁水道で通り抜ける。秩父川起点には、旧鉱山社宅住宅群に、昭和の面影を色濃く残す日出、秩父鉱山の構内を通る。なお、同鉱山は、今も、現役創業中で、狭い道幅いっぱいに鉱山を行き来する、大型車も通る。死が坂峠上落合橋までの区間が12月中旬から4月、下旬まで冬季通行止めとなる。 仮掛かりトンネルを通り、終点では、埼玉県道210号中津川三部口停車場線に接続し、そこを経由して、秩父市道大滝幹線17号線や林道への大滝線に行くこともできる。2018年4月下旬冬季閉鎖解除、予定であったが落石のために継続して、全線通行止めとなっている。また接続する。 埼玉県道2 1 5号中津川三部口、停車場線も山鳥トンネルのモルタル剥離により、一般車通行止めとなっており、両上山八丁峠と山口への侵入はできない状態となっている。林道沿いは奥秩父山海で、有数の紅葉の名所でもあるため、紅葉シーズンには来訪者も多い。ありがとうございます。